臨時国会の開会式で新たに就任した額賀福志郎衆議院議長が天皇陛下に誤って式辞の紙を手渡すミスがありました。式辞を読んだ後は本来はそのまま退出するはずでしたけども、天皇陛下が座られた席へと階段を上がって自分が読み上げた式辞を手渡しました。天皇陛下は困惑したような表情を見せましたけども、渡されたんで受け取りました。ただその後、ご自身のお言葉の書を受け取られる際に間違って受け取った式辞を交換で手渡されました。戸惑われつつもすぐに臨機応変に対応して天皇陛下の神対応でした。ただ前代未聞のミスで、そもそも79歳の細田議長から79歳の額賀議長という高齢者のバトンタッチ、疑問があります。国会議員も丁寧性にすべきではないでしょうか。